ういうことだってばよ。お前が作戦のキーってことだ。お前は右回転だ。分かった。発見者を回転。すげえ。人も死ぬ。だがこの戦いに敗れれば、鹿丸と犬の父親たちもこより先に行けたことは忍びとして本望だというだ。作戦にはなるとお前の力が必要になってくる。ひなた、心せよ。ヒューガはこの葉にて最強。次こそは人中力にならねば十尾をコントロールできんようだ。生命体になる必要があるのだがな。そうなっては困る理由、俺があんたに輪廻転生の術を命を捨ててするしかないからな。あの砂利が随分としたたかになったものだ。それでいい。続きだ。絶望を教えてやるのさ。丁寧にな。木刀刺し切る。じゃなら、なんて数だ。回転が間に合わない。サンキューネジ、潜入モードになれたってばよ。螺旋手裏剣。ゼロだ。数が多すぎる。日向とネジの空床では。ドトン、シャンドの術。いや、いや、ネジ、兄さん。日向様は、お前のためなら死ぬ。お前の命は一つじゃ。なんで、お前はこんなとこで、どうして俺にそこまで。天才だと言われたからだ。父様、やっと分かったよ。仲間は殺させないんじゃなかったのか、ナルト。仲間は絶対殺させやしないと言った。お前のその言葉、もう一度言ってみろと言っているんだ。冷たくなっていく仲間に触れながら実感しろ。しよう。日差し、すまぬ。ネジを。理想や希望を語った結果がこれだ。これが現実なんだ。お前を認める者が存在しない世界だ。いい加減こっちへ来い、ナルト。さっきネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味。それを胸にちゃんとやってのけた。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまった。もう仲間じゃなくなってしまう。だから私と一緒にいたと。それ以上グダグダ言ってるよ。てめえの命は生まれた時からすでに二つの命でつながれてんだよ。ここを狙う気だ。いけ。これでも食らい。心配無用。連合を守る俺なりの苦労。一つじゃねえ。ひなた、ありがとう。行くぞ、ひなた。とっても安心する。このチャクラ、なんだ。このチャクラは。行くぞ、さっさと案内しろ、オロチマル。ナルト君が。キュービの、いや、ナルトのチャクラか。こいつは分かった。一緒に頼むぜ、クラマ。ずいぶん待たせちまったからな。すごい、こんなチャクラをナルト君は。影分身の術。教えぞ、ナルト。超人、いろ。何これ。もしその作戦がうまくいかなかったら、本部はこれから消える。親父の背中見て育ったからよ。お前は山中家の紫の家紋。前向きな恋でしょ。お前は綺麗な萩の花を咲かせてみせてくれた。最後に言い残したいことはあるか、四角。心配すんな。最後に俺からだ。なめるな。変身の術。
ださいって。このナラ一族を舐めるな。よし、動きは止めた。もういいぞ、イノ。大丈夫か、レジー。いい、もう泣くな。レジは我々の中でつながり生きている。そのつながりが今の俺を作ったのだ。俺が言ったんだよな、お前のあれはな。俺自身に言い聞かせた戒めでもある。その傷と一生向き合っていくことになるんだ。忘れさせてなんてくれねえよ。夢の中で自分が傷つかねえように作った仲間なんて、それって本物の仲間を消すってこと。本当のネジをここに。ほぼ渡し終えたか。貴様の思い通りになったな、四代目火影。こいつはもうとっくにてめえらを超えてるぜ。クシナ、ミナト、ざまあねえな。まあこれが貴様らがナルトにつなげたかった力なんだろうがな。ナルト、今のうちだ、行け。ネジの死は無駄にはせん。カゴの中で死を待つだけの存在。ネジ、ネジの意志は見ねえんだよ。僕が右を避け。はい、お前と違って俺はここか。ここは手つかずのようね。どれだ。さて、どこかにあったわ。そうね、行きましょう。すべての秘密が眠る場所へ。へえ、術で開けんだ、入り口の石。上辺はいい、大事なのはその下だ。なら始めるわよ。少し離れてなさい。私が人柱になる必要はあるけど、これで死神の中にあった私戻ったわ、あの世に。もちろんそうなれば必要なものがいるの知ってる。十五、サスケ、水月、準備なさい。くそ、なんで。もちろん感知する方法もね。私は4人の個人情報物質を持って、水月、ジュコリの2体を任せるわよ。オッケーっすよ、オロチマル様。江戸転生の術。来るわよ。全てを知る者たち、先代のおかげたちが。忍びの神と謳われた柱間の本物か。またオロチマルとかいう忍びか。我々を封印していた式封神の術。あの封印術を解くなんて。私を見くびりすぎよ、ミナト。渦巻一族の封印術。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様は誰ぞ。四代目火影です。そうか、なんせ私は三代目より先に死んで封印されてましたから。して五代目は誰ぞ。お孫様の綱手姫ですよ。今里は大丈夫ぞ。しまいには俺の掛け事まで覚えて、それをもう。忍びの神、想像してたのと少し違うな。また江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやすと。作るべき術ではなかった。貴様、また木の葉を襲う気か。わしの命と引き換えにしてまでお前の術を奪ったというの。ああ、いつの世も戦いか。扉前よ、わしはこの若造と話している。しかしだ、黙れ。忍びの神、貫禄ね。だから人格も縛ったりしてないでしょう。彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。あんたたちほかげに聞きたいことが。うちはのものか。なるほど、俺のことはいい。三代目イタチになぜあんなこと。イタチはうちは一族の復讐として俺が殺した。そして俺はこの葉への復讐へと走った。イタチの全てを。そうなったか。同胞をあやめさせた上、イタチは小さき頃から誰も気に留めぬ忍びの先、里の先について考えることができ、わしらはイタチ一人に全てを任せ、同胞を皆抹殺し暁に
スパイとして入り込んでまで里を守った。うちらの呪われた運命というやつ、壊滅状態だとはな。クーデターまで企てるに至った。いずれそのようなことになると踏んでおった。犯罪者を取り締まる側は時として嫌われ者になりやす。犯罪者を監視させる名目であれがマダラ分子を助長させたのよ。扉間、あれほどウチハをないがしろにしてはならぬとね。兄者も知っているだろう。奴らウチハは悪に疲れた一族だ。ウチハ一族とは何だ。何を知ってる。先住一族が術ではなく愛情を力としているのに対し、だが本当は違うのだ。ウチハほど愛情に深い一族はいない。どういうことだ。愛を知ったウチハの者が、わしはそれを何度も見てきた。そしてそれにはある特別な症状が出るのだ。ウチハの者が大きな愛の喪失や脳内に特殊なチャクラが吹き出し、それが心を映す瞳、シャリンガンと言われるものだ。ウチハには確かに繊細なものが多く、闇が深くなればなるほど動力も増し、手がつけられなくなる。扉間、そういう言い方はよさぬか。気にしない。純粋でもなければ子供でもない。万華鏡、シャリンガンか。里とは何だ。忍びとはそもそも何なんだ。同胞を殺してまで、己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ。あんたの言葉を聞いて本当のことを知って、木の葉に復讐をするのか。木の葉への復讐だと。ウチアの悪に疲れた小僧が。ここでわしが。二代目様、扉だ。貫禄が半端ねえ。指を下ろせ。わかった。そうチャクラを荒立てるな、兄ちゃん。いやー、すまんすまん。すごいですね。しかし良い兄を持ったな、サスケとやら。できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。ウチアマダラが復活し、この世の忍びを消すつもりのようです。いつの世も戦いか。何やら強いチャクラを感じる。やったんだな、ナルト。そして一緒に戦っている。嘘ではないようだな。ならわしらは戦場へ向かう。戦場へ向かいたいなら話を済ませてからです。私はこの子につきます、このタイミングで。こんな術、オロチマルとやら、この世に転生された今回、様ごときのエド転生に。そもそもこの術を考案したのはこのわしよ。わしは動く。サルトビ、かなりの忍びを育てたものだ。俺の細胞を取り込み縛る力を上げておるのよ。よくよく感知してみれば。さてこの人は違う。初代ホカゲ柱間、気を抜かぬようにしなければ。その子を縛っているわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。兄者の好きにせい。さてではどこから話すべきかの。まず里と忍びについて語るには、黙人の術。獣の難を美獣にスサノオを鎧として着させるとはの。まだらめ考えよる。もう主の立ち筋は読める。逃がさん。五十羅生門。今までのことを、俺たちの努力を無駄にするのか。まだら、俺たちの兄弟を、仲間を侮辱するだけだぞ。俺はお前を殺したくない。違う、俺たちは友だ。戦